こんばんは。こんばんは。こんばんは。生誕祭お疲れ様です。お疲れ様です。次の公演もすぐあるんで、よろしくお願いします。次は29だっけな。9だよね。すぐですね。3日後、2日後、2日後です。風化コールしすぎて自己紹介で変な人扱い。あ、この人か。今日の TO ですね。あなたはコールのこの人のおかげで結構救われたところはありました。ありがとうね。大好きあなた大好きあなた。だからいじった、愛のあるいじりをしました。ありがとうあなたあなたとか言って。これはガチ。握手会追加申し込みしました。巨人ファンが、巨人ファンが追加してくれた。嬉しい。巨人はどうですか。お見送りでも一番目風化って呼んだよ。あんたは最高ですね。優しいですわ、あなたは。本当にあなたのそのコールにちょっと名前を呼んであげられないので申し訳ないんですけど、ショールームではルールで、だからちょっとあなたっていう言い方しかできないんですけど、そのあなたの大きな声にどれだけ私が救われたか。あなたが思っているより私はすごく救われたよ。ありがとう。コールが少ないってぼやいてたから、うん、少ないっていうよりもゼロなんだよねほぼ。うん、だからすごい救われた。なんか出てても出ててもなんか自分は存在してないのかなっていう気持ちになるんだよね。仕方がないんだけど、なんか顕著すぎて
なんかなんだよ、ね、いないんだなみたいな気持ちになるんだよね。だからすごいね、嬉しい、救われました。ソーダさんからは僕のコールの声にんちゃん嬉しい、これからも私のコールしてくれたら嬉しいですお願いします、お願いします。野球トークできる人がふいちゃんしかおらんくなったから5月のも会トークと握手する来てください。通所も来てよ、ユニフォーム着て写真撮ろうよお互い幕張さ、カープのユニフォーム着るんだ、ツーショットで。だからさ、推しチームのさユニフォーム着てさ一緒に撮ろう写真。劇場行ける予定はまだまだないけど入れたら頑張る。そうです、押しは押せるときに押せ。ですよ。不算的今年のカープの一押し選手は。カープ道を見てね、欲しいですね。熱く語っておるんで。千葉だからマリーンズのになる。いいね。どんなユニフォームでもいいですよ。私はカープのユニフォームを着るから。千葉ロッテでもいいし、自分の推しチームがあったら。いつだっけな私。6月だね、私6月の15日にカープのユニフォーム着るからおいで。25番のカープユニフォーム、25番でもいいし、カープファンじゃない人は普通の服でもいいんですけど、ぜひ野球ファンの人は。学生の時演劇やってて腹式呼吸発声の練習してて、それが役に立って、ねー嬉しい、ありがとうね本当に。今日からトーク券購入始めました。ありがとう。フッピーユニフォームで来てくれるって
5月幕張遠征できる、嬉しい。どこかでライオンズユニフォーム、うん、着てきて。ライオンズのユニフォームいいよね。森下くん2戦目の先発ね、心配ですね。でも調子悪かったからね、何それが関係してたのかわからないんですけど、黒原選手が代わりに出るって。ね、カープ大丈夫かな今年。怪我人多くて心配ですね。末金選手もまだ一軍来てないしさ。マジ大丈夫かな。優勝してもらわんと困るでな。うんだ、森下選手まで怪我しちゃったらちょっと困るわよ。大丈夫かな、どうしよう。筒香選手カープ聞いてくるんかな。とか言ってみる、とか言っちゃったりなんかしちゃったりなんかしちゃったりして、電撃電撃で秋山選手の時みたいに電撃で筒香選手がカープに入団とかなったらどうなるんやろ。すごいチームになりそうだ。待ってますよ。笑い方気持ち悪い選手権第一。すいませんでした。気持ち悪い笑い方しちゃった、ごめんね、ごめんね。確かに巨人今日誰か選手やめてたよね。誰だっけな、もう気持ちは広島県民です。初めて野球のユニフォーム買うので嬉しい。カープチケットの売れ具合良くないらしいから厳しそう。大丈夫、ウサンがいっぱい買うから。まあ何事も波がありますからね。そうなんですよ、やっぱ優勝したりとか強い時はねやっぱ人もいっぱい来るけどね、真のファンは弱い時にどれだけ支えられるかだと思うんですよ。私はね、選手が辛い時とか球団が辛い時とかやっぱ人入らなくなるんで、なんか強い時はねみんな優勝するかもって言ってめっちゃ盛り上がってね、チケットもね完売してね、カープも全然取れないみたいな、3連覇の時とかマジで当日券ないの当たり前だしチケット取れないみたいな感じだったけどね、やっぱね真のファンはねそうじゃない時にどれだけ支えられるかだと思うんですよね、ふさんは。だからカープが最下位だろうとも優勝しようとも変わらず生き続けますよ私は。はい、優勝するから好きとかじゃないからね。そうですよ、やっぱそう思うんですよね私はね。強い時だけ、人気がある時だけ好きなのがそれは違う、辛い時に支えられるのが変なファンなんで。そう、今チケットの売れ具合良くないかもしれませんけどね、
昔に比べたらね。そう、逆にサンフレはもう完売続きらしくて、新しいスタジアムでねになって強いしみたいな、うん、まあありますけどね。さあカープを支えますよさあもういっぱい買っておりますから、チケットいけるかわからないチケット買ってますからね。はいはいはいうん、根がオタクなんでね、いけるかわからないチケットも買っちゃうんですよ。ふさんが支えるからふさんが支えるから任しとけ。うん、富山県で結婚式あげないっていう人来た。この人絶対寒くないおじさんやろ寒くないおじさんが富山で結婚式あげないおじさんに進化してまたやってきたでしょ絶対絶対同じ人。ごめんね、おばさんかお姉さんかもしれないけど、いや、おじさんの気がする。寒くない寒くないって聞いてくる人が結婚式あげない結婚式あげない結婚式あげないって富山で結婚式あげないおじさんに進化してまたやってきた絶対同じ人何ですかみんな面倒連投してもはやネタまであります。あなたいじるからね、私はファンの人いじるからね。コメント添えてきてもね。絶対同じ人、100同じ人またネタにするとにそしたらまた違うネタでまた違うネタおじさんで来るは熱くないおじさんとかになってきますか。熱くない熱くないふーちゃん熱くないっていっぱい連動連動されますか。4月2日から3連戦応援してくるよ。だっておー、アイドルと同じだね、ファンの鏡だね。だって本当に似てるよね。アイドルも結構そうだと思う。なんか人気だからめっちゃなんか人気だから行ってみようっていうよりさ、もう全然レーンもガラガラでさ、もう辛くて辛くてしょうがない時に支えてくれたファンの人のことでさ、やっぱ真のファンって感じするくないわかんないけど、やっぱね、辛い時にどれだけ支えてあげられるかとかね、結構大事な気がする人生においてね。だからカープ売れ行き良くないかもしれないけど、スタンは支え続けますうん、やっぱレーンが空いてる時に何回も回ってきてくれる人とか、なんかたくさん来てくれる人のこととか忘れないもん私。どれだけ昔でもね、やっぱうん進化系おもろだって6月の幕張はマリーンズとドラゴンズの交流戦など暇さえあれば観戦会に通所で、おお通所寄ってよ、いいじゃんいいじゃん。持ち帰り仕事しながら、持ち帰り仕事あるよね、わかるよ。レジュメとか、レジュメだっけ、なんだっけな、教育指導書みたいなもう忘れちゃった。なんか次の日のさ教育の記録とかさ書いたりとかさ、
なんか切ったり貼ったりするもののさ作るやつとかさ、やっぱね教育系はね持ち帰り仕事ちょっと多めですからね、あたかも働いたかのような、働いてはないけど疑似体験はしたから分かるよ。大変よね本当に。近年飼い続けのドラゴンズを支え続けても素晴らしい。フユッピが名古屋なのにあんなにマツダスタジアムに行ってたなんて知らなかった。名古屋ですよ推しのいるところにはどこにでも飛んでいくスタイルだからさ、野呂さんちょっとねセイヤを見に行きたいんですよね。海外飛んじゃいたい気持ち、でも一人じゃいけないからどうしようって感じですね。ちょっとでも海外行くとなったら日帰りとか無理なんで、マネージャーさんにしっかり確認取って NG 取って休みもらっていかないといけないからさ、ちょっと本当に行きたいと思ってる。さあせいや見に行きたい。やっぱさ大谷翔平選手ってすごいじゃん、二刀流だしさ毎日すごい活躍してるけどさ、日本人選手ってさ他にもさたくさんいるじゃん。なんだっけ今メジャーで契約してるの12人いるんだっけな、確か何人だっけな、確か12人だ。そう前田健太選手とかさ、いるしさ吉田選手とかさ、さんの推しの聖夜とかもさいる、聖夜とかいっぱいさ打ってさすごいさ打率もすごくてさ、まだオープン戦っていうのもあるけどさ、もっとニュースしてほしいよね他の日本人もね、もちろんすごいんだけど大谷翔平選手も、いや他のね日本人選手もめっちゃ頑張ってるからね、もうちょっとでいいからねいっぱい放送してほしいちょっとでいいからいっぱいっていう変な日本語なんだけど、そうなんですよ。すごいよ鈴木誠也選手なんてね、もうガタイがもう海外の人のガタイって感じですからね、本当にそれは打ちますよ。カープにいて入ってすぐの頃今や信じられないぐらいカリカリだったんだから、本当にカリカリだったんですよ。今100キロぐらいあるんじゃないかな、カリ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 めっちゃカリカリだったのに大きくなってすごいよ本当に見習う、せいやが頑張ってるから頑張れるわせいやってごめんね。広島の人みんなね鈴木せいや選手のことをせいやって言うんですよ、だからねせいやって言っちゃうでもちゃんと鈴木せいや選手って言わないといけないですよね。でも広島の人はみんなせいやがせいやがって言うんですよ、だからちょっとせいやって言っちゃいますすいません、ショールームだけならいいよねそうなんですよ。そう鈴木誠也選手はねみんながね夜 寝静まった後ねあのバットを振ってたりしてねお化けが出たって思われたりしたんだって。そしたら鈴木誠也選手が夜バットみんなが寝静まった後バット振ってたりするぐらいいっぱい練習したんだって。偉いよね偉いよねとか言って、そういうところがやっぱ好きですね。表ではすごいなんかふざけてる感じあるんですけど、みんなに見えないところでめちゃめちゃ努力して向上心がすごいあるところが本当に人として好きです。私はだからメジャーに行けるんだなって思うよね。
来年度の名前書き誰もやらないのさ名前書きか、あと3日が開幕の、そう、何年か空いて久しぶりに会いに行った時に覚えてくれると嬉しい。確かに、今年初の野球観戦してくる、来週、いいね。シカゴだよ、シカゴカブス、シカゴカブス一回は行ってみたいよね、気持ち。そう、行ってみたいのさ。来年の MLB 開幕戦東京ドームでカブスと、ちょっと行くか。でもね、もう信じられないぐらいの値段になりそうじゃない、一席10万とかだったらどうしよう。いや来年絶対行きたいけど、そこにさ、せいやが絶対に出てほしいよ。なんか怪我とかなって出なかったらちょっと無理なんですけど、来年まで待ちきれない。どうしよう。だって今回のさ MLB 開幕戦のさ、あの韓国でのやつめちゃめちゃ席高かったんでしょ。どうしよう、東京ドームで10万とかなったら。いや待って、それさすがにさ、それマネージャーさんにお休みもらって行かせてくださいって言うかもしれないです。ひぃ、いくらまでなら出せるかな。わ、5万、5万までなら出せるかも。うん、5万以上はちょっと無理かも。うん、席ね、一番いい席10万。ねえ、どうなんだろうね、指定席、外野指定席とかいくらぐらいなのかな。10万か、1回の1日の試合に。もう出すか、ワンチャン出せるかも。いや出せるな、多分私10出せます10出せます。10出せますね。だってさ、海外に行くことさ、そのシカゴまで行ってさ、シカゴじゃないかもしれないけどさ、そう、アメリカに飛ぶよりさ、東京ドームで見れるならさ、10万プラスあと交通費で12万ぐらいじゃないですか。そしたらさ、アメリカ行くこと考えたらめっちゃ安くない？アメリカ行くってな、アメリカ行って試合見ますってなったらさ、もっと多分かかるじゃん、倍以上さかかるじゃん。それ考えたら東京ドームで12万で見れるならさ、って考えたら安くない？絶対そうだよね。高いけど安い。アメリカ行くより安い。高いけどね。うん。うん。高いけど安い。絶対買った方がいい。絶対見た方がいい。でもアメリカで見ることが重要な、ん？せいやが見れたら何でもいい、うん、鈴木せいやが好きだから、鈴木せいやがプレイしてるところが生で見れたらいいです。はい、どこであろうと。12万で握手券もっと買いましょう。おいいね、その息です。私は推しが野球なので、推しには使いますよ、いっぱいお金。野球が好きなので野球にはお金を使います。すごいね、楽しみだね。
シカゴには110階建てのビルが、うわー登れないかも、高所恐怖症だから。最近思うんですけど、カープのレジェンドって言われてるさ人たちがいるじゃん、衣笠さんとかさ、そういう人たちが現役だった時を見てみたかったなって思いますね。生きてないじゃん。なんか悔やまれる、生まれてないじゃん自分が、この世で生きてないじゃん自分がね。だから見てみたかった、生で。だから羨ましい、見れた人。そうでも、もうすごい見てました。そう、本当になんかさ、まあ映像とかでしか見れないじゃないですか。だからなんかさ、いいなって思うよね。この世に存在してないから、私はその時。どんな感じだったんだろうなって思いますね。あと市民球場行ったことなくて、市民球場行ってみたかったなって思いましたね。そう、おじいちゃんとかはめっちゃ行ってたらしいんですけどね、自分は行ったことがないからね。そう、おじいちゃんから聞く話でしかわからない。おじいちゃんはめっちゃほぼ毎日のようにカープをこう、あの市民球場に見に行って、お酒飲みながらヤジを飛ばしてたって言ってました。ぬがささん、なぜかうちの高校で講演した。いい、トークイベントみたいな。カープ初優勝リアタイ、いいね。そう、黒田さんや新井監督ぐらい、思い浮かべるって言ったら、その衣笠さんとかそういういますよ。山本浩二さんとかね、あの思い浮かぶ人はいますけど、実際に自分がこう目で見たのは、まあ、黒田さん、新井さんぐらいからかな。うちの取引先の社長が小葉監督と同級、自分が初めてマツダスタジアムに行ったのは、マツダスタジアムができた年だからな。そっからですからね。すごい。そう、でも各球団にレジェンドって言われてる人いるじゃないですか。王監督とかね、いるじゃないですか。今終身名誉監督なんだっけ。だからさ、そう、王さんがさ現役時代の頃とかさ見てみたかったなって思う。すごい、無理じゃん、生きてないじゃん私。相当遡らないとさ。そう、長嶋さんとかね、生まれて初めて買ったグッズ、確かカンフーバット、あ違うわ、
初めて買ったカープグッズは確かあのマフラータオルだった気がするな。誰のマフラータオルだったかな。菊池選手だった気がする。覚えてない。 いや何買ったかな、もう覚えてないや。自分がでは買ってない。王さん、長嶋さん、レジェンド2枚揃えてたらそれ日本一9連すごいよね。どういうことなんやろうね。すごいわ。KK コンビが同世代。マットパパですか。違うかな。そうだよね。マットパパですよね。今で言う桑田真澄さんって。そうだよね、マットパパだよね。20年前、巨人の、10連覇を阻止したのが中日、中日の2連続優勝を阻止したのが広島。おお。中日でもオープン戦優勝してなかった。ん？まだわかんないのか。え？もうわかったよね。同率優勝だったよね。まあオープン戦だから。まあ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 。オープン戦だから。KK コンビの特集を雑誌セブンティーンでやっててくらい高校野球、オープン戦優勝、あれ同率優勝とかじゃなかった、違ったかな。ソフトバンクと同率優勝だよね。ね、強い。見に行った時もカープ、中日見に行った時じゃないやそう、私見に行くと勝てないんだよね中日に。去年もバンテリー見に行った時、中日と LCA マジで勝てらん、勝たれない。勝てないですね。まあカープ頑張ってほしいですね。ちょっとね、オープン戦終わったあたりからちょっとおやおや大丈夫かしらっていうね。まあでも29からだからあと2日あるからね、ちょっと頑張っていただいて、カープちゃんにはちょっと勝ってほしいですね。やっぱ出だし見するとね、なかなか大変なんで、スタートダッシュしっかりやっていただいて。新外国人が頑張ってくれるかな。どうやろうね。そうカープ道出た時はね、シャイナーちょっと行くんじゃないかなっていう兆し見えてたんですけどね、ちょっと今になってるシャイナーがあんまりね、調子がね、上がってこなかったですね、オープン戦ではね。まあ、来たばっかりだから、日本に慣れてないっていうのもあるかもしれないんですけど、ちょっとシャイナーがもう少し
ちょっとむずかったですね。なんか4番にちょっとあれしてたけど、今だとちょっとどうなんだろう、レイノルズとかになるんかな。そうなんです、あのなんか何スタメン予想とかね、まあ、収録は結構まだオープン、なんかまだ何オープン戦もまだやったばっかりのって感じだったから、やったばっかりのっていうかなんで、今はもう終わったけどさ、その収録時点とはさまた違うじゃん、なんかちょっと悔しいですね。今もう一回組み直したいですね、打線を放送された時とはまた状況がね、日々変わるから、あの時はちょっとあのねシャイナーちゃんはねちょっと親いいんじゃないかって感じあったんですけどね、ちょっとどうだろう、ちょっとどうなんだろうな、どうなんだろうなって感じですね。そうだね、ジャイアンツは誰が、今日なんか電撃対談みたいな、誰だっけな、公演終わった時に来てたあれ誰だ、あルーグネットオードアか、開幕メンバーから外れるためファームで調整するよう提案したところ、本人からアメリカに戻りたい、大変ね、なるほど、二軍なんて僕は嫌だっていう感じですかね、二軍に行くぐらいなら帰った方がマシって、まあいろんな考え方がありますからね。明日はいよいよコーラーニアさん発表ですよ、なるほどね、まあしょうがない、まあでも気持ちはわかる、気持ちはわかるとか言っちゃいかんな、気持ちはわかるとは言っちゃいかんけど、まあわかるっちゃわかるよね、悔しいもんね、まあしょうがないですね、いろんな考えがあるんでしょうね、あそうだ、カプドンのさ公式 X 見てくれましたか明日カプドン放送されるんですけど、後半がね、広島ホームテレビさんのカプドンが後半の CM が解禁になったので、ぜひカープ道さんの公式
ポストを見てコメントだったりとかリポストだったりして盛り上げてくれたら嬉しいですね。とてもそう。そしてその後に発表されたんですけど、今回プレゼント企画がありまして、サインがプレゼントされるので応募したいよっていう人はもう明後日までなので、それがね、そう、見れてる人も見れてない人もぜひねサイン応募してくださったら嬉しいなって思います。それもカーブドウさんの公式 X にあるので、みんな応募してほしいですね。そう、見れなくても見れてもね、フォロー&リポスト企画らしいですね。だからカープドーさんをフォローしてリポスト、応募条件、番組の感想コメント、フォローしてリポストして番組の感想コメントをやればいいかなですね。なんでみんな、そう、見れてなくてもいいんです。あの番組の感想ね、見れてなくてもいいんです、いいんです。あのありがとうございますとか、あの見れてない人は、あの見れてない人は CM の感想を書きましょう。はい、ほとんどの人が見れてないと思うので、私と一緒で広島に行くので広島ではないと見れないのでね。なので見れてない人はとりあえずサインだけ応募しときましょう。28日までなんで。そう、でもむずいと思うので CM を見て、あの CM のここ楽しそうでした、今は見れてないので楽しみですとか、 CM からでも楽しそうで、そう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 、別にね、あの何文字以上書いてくださいとかないので、そう、 CM 楽しそうでしたとか、あの藤本さん使ってくださってありがとうございます、それだけでも大丈夫だと思いますよ。うん、 J スポーツオンデマンドで明日22時から1回目配信、お、ついに明日から放送されるらしい。私もね詳しいこと聞いてなくてそうなんですよね。なんでみんなとりあえず J スポーツオンデマンドにもう今日のうちに加入しておこう。3月末に上がるとはらしいので、そう、1ヶ月なんか日々のアーカイブはまとめてね月末にアーカイブされるらしいんですよ。だから私が出てる回は後半2個だけど、3月の初めの週とかのやつも全部一気に、3月分はまとめて3月末にやるっぽいよ、大体ね。本当だ、配信予定にもなってますね。あ、来てます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 って、なんかほら J スポーツ、これクサン、これとこれ出たから2個とも配信予定になってるんで、ふっぴちゃんの名前あります。はい、もう見れるんで、みんなもうでも見れないわ明日のね明日の午後10時からですね、明日の22時から見れる、もうみんな聞いて、明日の3月の20日に放送されたやつあるじゃないですか、3月の20日に放送、先週放送された、あの先週放送された前半は明日の夜の22時から見れる。それで明日放送されるやつは
明後日28日の22時から見れます。だから明日と明後日もう見れるってことですね。そう、後半見れない人ももう明日と明後日、明日前半見れて次の日後半見れるっていう2日連続見れます。だからみんな J スポーツオンデマンドに加入してくださいわかりましたか皆さん、 J スポーツオンデマンドに加入してくださいね。Gスポーツオンデマンド、あ、今なら14日間の無料体験実施だって。今入れば2週間無料なんでみんな入りましょう。そしたらもう明日から見れるんでね。はい、そうです、みんな朗報です。なんかお金かかるからとか思ってる人、朗報です。 J スポーツオンデマンド初めの2週間無料らしいです。だから今日入っとれば今日から2週間無料なんで、みんな入っといてください。そしたらもう明日すぐ見れますのでね。なんで明日も明後日も無料で見れるんで、とりあえず J スポーツオンデマンドをアプリを入れて、アプリですよ、スマホのね、はい、J スポーツオンデマンドのアプリを入れて、あの会員登録 しときましょう。そしたら2週間無料なんでね。はいみんな見てください。もう入ってしまった、あ、もう入ってもただなんじゃない、2週間はただだから、多分わかんない、嘘教えてたらごめん。嘘かもしれません、嘘だったら今騙してますのでちょっとわからない。パッと調べたらパッと調べたら、そう調べといて。まあでもね、お金がかかるよっていう人はね、あのね、それだけね、あの負担すごいねってことになるんで、ありがとうございます。わかんない、それぞれで調べてください。とりあえず見てくださいとりあえず見てください。もう入金しました。あ、それはもう素晴らしいです。私とお揃いです。入金した人は私とお揃いって言ってください。はい、うん、私はもう何年も J スポーツさんにね、あの課金をさせていただいているのでね、同じ気持ちです。てか本当に思うんだけどさ、これ今さ、なんかこう無料キャンペーンがあるかもよみたいなこと言ってるけどさ、また出れたらいいよね。そう、また出れるようにさ、また出れるようにさ、また出れるように頑張りたいよね。すぐにすぐにとか言ったらあれだけど、そしたらさ、常に J スポーツ入っとけばさ見れるもんね、みんなね、この1回きりだったらさ、みんなあれだけどさ、アマゾンプライムでも J スポーツチャンネルは14日無料。あ、そう、それかもしれないですね。カープド、そう、アマゾンプライムの J スポーツ入ってる人、なんかよくわかんないんだよね、私。なんかそれもね、なんか聞いた。アマゾンプライムでも J スポーツ見れるよ、みたいな。でもね、わかんないんだよね。なんかそれはね、もしかしたらね、わからない。私はわからない。J スポーツオンデマンドの方がいいと思う。そう、だからみんなとりあえずね、サインを当ててね、サインいっぱい応募して、みんなリツイートしてさ、サイン誰がゲットできるかな。一人だけしかゲットできないからね。
そう、ワンクールに1回、確かにそうなんです。しかもね、私のサインだけじゃなくて中島さんのも神田さんのもあるっていうね。いいですよ、これはいいですよ、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 これはぜひゲットしてね。ゲットしてね。正直前半戦だけでも2000円払う価値あると思う。おーねー、アマプラでカープ道見れるかよく分からない。私も分かんない、私アマプラ入ってなくて。そう、最近アマゾプライムでも J スポーツあるらしいんですけど、そちらでカープ道が見れるかちょっと微妙なところですね。だから分からないね。明日の22時から J スポーツオンデマンドの方でカップ道放送されるので、そう放送されるので、そしたらみんなハッシュタグカップ道でつぶやいてね、あの J スポーツオンデマンドで見たよってつぶやいてね。そう、アマプラではちょっと見れないかもしれないね。 J スポーツオンデマンだけかもしれないね。いやでも本当にちょっとこれを機に一回で終わらせずに、ちょっともっとカープのお仕事したいなって思っちゃいましたね。やっぱ楽しいですね、カープのお仕事は。すごくね、まあ地元に住んでない、住んでたらもっとできたかもしれないんですけどね。まあ、私は駆けつけるのでね、ぜひ呼んでいただきたいですね、いろんなお仕事にね。そう、どこへでも行くので、北は北海道から南は沖縄まで飛んでいくのでね、本当にエスコンフィールドから本当に沖縄のキャンプ、宮崎のキャンプ、どこへでも呼んでほしいですね。何の仕事でもやりますので、半分仕事半分嬉しい、半分プライベートみたいな感じでね、すごい気持ちいい、楽しかったです。だからまた出たいな。始球式できるかな今年ね。行きたいですね、いろいろ仕事と被らなければね、行きたいですわ。西所沢遠かったよ遠かったよ。カープ道見返してます。おー、そしたらもう全部ね見た。なんかね J スポーツに過去の放送回みたいなやつがね、最近のテレビのやつもあったし、あと何で見たんだっけな、私 J スポーツかな、ネットフリックスだっけ、なんだっけな、何で私見たんだ。
遊ぶんか。いや何で見たんだ私。なんだっけ。ユーネクストだ。ユーネクストでさ、55話ぐらいまで全部出ててさ、昔のやつがね、めっちゃ始まっ、もう初期の第1話からのカープ道がさ、ユーネクストでは配信されててさ、私もそれも全部見たんだけどさ、そう、本当に興味深い番組ですわ。ファンマネとしてたくさん感謝、お嬉しい。やっぱりね、あの出るまでもファンの人のお力がとても大切なんですけど、やっぱ次にねお仕事がつながるかつながらないかはね、なんか私の頑張りにもよるんですけど、ファンの人の頑張りって言ったらあれですけど、それがすごいでかい感じがするな。ユーネクストで見、あ、ユーネクストはね、最近のやつは見れないね。うん、昔のやつですね。すごい昔。ちょ、もう何年も続いてる番組だから、最近の地上波のやつは Jスポーツでしか見れないんだけど、もっともっと昔のやつはユーネクストで見れるんですよ。だから私はそれを全部見てましたね。そうなんですよ。出るのもね、自分の頑張りも大切だけど、出た後のその反響とか盛り上がりは、ファンの人のお声によって、次もう一回お願いしますって言われるか、一回きりで言われるかは結構ファンの人にもかかっているので、見れる人も見れない人もいると思うんですけど、たくさん盛り上げてくれたら嬉しいなって思いますね。なんでよろしくお願いします。なんか自分自身も見れてないからね、そう、自分自身も見れてないからね、去年じゃないや、先週もね見れなくてもね、一応リアルの時間をでいろいろつぶやいてたりはして盛り上げてたんですけど、そう、私も明日の22時から見れるのでね、見たいと思います。ありがたいね、本当に。30分あっという間で、そうですよね。そうですよね。嬉しいな、また出れたらいいな、本当に思うね。本当に思うね、出れたらいいな、また。また出れたらいいな。楽しかったね、やっぱりね。うん、すごい楽しかったね。いろんなね
ことしたいな本当にね。また呼んでもらい、皆さんの反響次第ですね。みんなじゃんじゃん SNS でコメントしてくださいね。やっぱ良かったなって思う気持ちとか、また呼んでほしいなって思う気持ちは心に秘めてても伝わらないから、 SNS で言葉にしてくださいねみんな。そう、この業界は見えないと意味がないから、何事も。そう、 SNS でつぶやいてください。どんどんどんな小さなことでもいいですから、思ってるだけ伝わらないの。だからよろしくお願いします。ふっぴのファンの人はでもすごいそこを分かってくれてる人がいっぱいいるから、たくさん盛り上げてくれると思うんですけどね。どんなことして、どんなこと、やっぱカーブのお仕事したいですね、またね。やりたいなって思いますよ本当に。そうそうそう。明日と明後日お祭り張りに盛り上げましょう。そう、ぜひね、よろしくお願いします。マジで昨日洗ったんですけど死ぬほどいい匂いなの。あー、かわいい、見て犬のこのベロのしまい忘れがたまらんですね。わかる？ちょっとだけ出てんの。マジで可愛くないこれ。犬たまにさベロしまい忘れるんですよ。これめっちゃたまらん。これマジ可愛い。0.5 ミリぐらいベロ下出してるわけじゃないんですよ、しまい忘れてるんですよ。故意的に出してるわけじゃなくて、ほら 0.5 ミリぐらいペロって出てんの。かわいすぎる。かわいいこれ。ねえ、しまい忘れるんだよねぼこちね。かわいいね。かわいい。昨日洗ったらめちゃめちゃいい匂いになった。うわ、なんでそんなことすんの。そう、おととい雨の中散歩したからね、もう洗うからいいやと思って、おととい雨の中散歩したらもう泥だらけになってね、
速攻お風呂入れたんですよ。そしたらめちゃくちゃいい匂いになった。いい匂い犬になった。うん、お坊さん雨は怖がりませんね。おとなしいよね。チワワでこんなにおとなしいのめっちゃ珍しいと思う。自分でも思いますね。チワワはよく吠えるからね、犬種的に。珍しいと思う。うちの親戚のワンちゃんずっと吠えてる。そう、チワワ吠えるよ、よく。マジでおとなしい。犬としてもおとなしいですね。こんなおとなしい子はあまりいない気がする。え、置物？お坊さんはもうお眠モードに入りましたね。ほら、眠い時はぼーっとします。もう眠いんです。彼は、彼女は。もうじき寝る多分。眠い時はぼーっとするから。眠たくなってきた。こっちまで眠たくなってきた。微動だに微動だにせず。最近ポポさんの写真めちゃくちゃ嬉しい。リンク集作ってくれてたよね。自分じゃできないからやって広めてくれてありがたいです。本当に今帰りの電車。うわ大変ね。11時半で帰りの電車か。マジか、大変だね。うん、私も眠たいですね。てかさ、うわもう何年何ですか。
昨日じゃないや、昨日月曜か、そう土日のトーク会あって、そう土日のトーク会あって、で日曜の朝一でポポ様を迎えに行かなくちゃいけなくて、そう、それでもうめっちゃ疲れてたからさ、移動とかも含めてさ、もうだからめっちゃ寝たかったんだけどさ、ポポ様迎えに行かないといけないから朝一で、もうマジ何時に起きたかな、めっちゃ早い時間に起きて朝一で迎えに行ったのね。その後月曜雨降ってたから、昨日が月曜って、そう雨降ってたからカップド見ました、可愛かったよ、ありがとうございます、明日もあるので見てください。そうで朝一で起きて眠いまま帰ってきて、すぐお風呂入れて、そっからもうマジで疲れがなんかピークになって全然寝れてもなかったから、で昨日昼のお昼ご飯食べてからずっと寝てて、もう眠すぎて起きたら夜の7時でさ、あもう煙だと思ってマジめちゃめちゃ眠かった。なんかねさ、お昼寝して起きたら夜の7時ってやばいんだけど、ポポさんも多分ホテルでさめっちゃ疲れてたからさ、もう何？なんでそうやってやるの？ね、そうポポさんもさ、あホテルで疲れてたからさ、ポポさんもめっちゃ寝てさ、二人でずっと寝てた昨日。昨日休みだったから。寝るのが特技です。ポーサーは一緒に寝てくれないよ、一緒の時間ずっと寝てたっていう。おばさんはちいかわの中に入って寝てましたわ、8割か、私はベッドで寝てました、ずっと寝てました、一緒には寝てくれませんよ彼女は。食べるのが特にいいですね、私はそんなにたくさん量食べれないからな、なんか胃を拡張する手術みたいなできるならしたいぐらい私大食いになりたい。雨の日眠る、雨の日眠い、でも晴れの日も眠い太陽に当たると眠たくなる、日向ぼっこ。1日30分、あでもショートスリーパーとかいるよね、1日2時間でいいとかさ、3時間寝れたら十分とか、信じられない、8時間ないと無理だね私。曇りがいいね、曇り嫌い、曇り大嫌い、曇りも眠たくなる。仕事の日はどうしてもショートすれば分かる、同じです、太陽の日差しは寝れる、寝れるよね、日向ぼっこいいですよね、とてもね。1日6回お風呂入ってる、いいえすごいね、よくあんなめんどくさいこと6回もできるね、1日1回でもお風呂めんどいのに
最悪人間。お風呂大嫌い。入ってる間はいいんだけどね、出た後がめんどいんですよ。雨の音聞きながら寝るのは良き。うん、確かに。いや、学生の時雨降ってる時めっちゃ寝やすくなかった。雨の音が良い、心地よい BGM になって。入るまでが分かる。入るまで、入った後の方がめんどい。髪乾かない、髪乾かない、化粧水塗ったりするのめんどい。ボブさんも寝てますね。彼女は目を開けて寝るので、もう多分寝ています。雨の日は部活がなかったから嬉しかったって。確かに。やばいね。文化部だから天気に関係なく部活だった。でも確かにね、今そうね。もし今文化部に入れるとしたら何部かな。部活入ってたかな。どうだろう。演劇部とか楽しそうだなって思ってたけどね、一瞬。そう、演劇部楽しそうだなって思ってたけど、ね、セリフ覚えられ、大変そうだった。覚えるの釜山の吹奏楽はちょっと、吹奏楽ね、ちょっと入ろうかねさまよった時期あったんですけどね、何の楽器になるかね分かんないのよ、吹奏楽部。てかさ、ここにあるさ、うちのパキラすごくない？観葉植物のパキラなんだけどさ、前にさ枝一本になった時のショールーム、誰か見てた人覚えてますか？枝一本になっちゃったって、枯れちゃったって言ってたやつがさ、ちょっと水を根気よくあげてたら復活してさ、ここまで生えたんだ、あのただの一本の枝が。え、パキラって水とかやらなくてもなんか生命力すごいらしいんだけど。すごくない？え、そう、そのパキラなんよこれ。
そう。でも今は水一切やってない。枝一本の SF、もう何それ本当に。やめて、痛い。なんでブルブルブルってするの、ぼいちゃん。なんでブルブルするの、じゃ。ブルブルするのなんで、ね、ブル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 。またすぐ顔乗せるんだね。すぐ顔乗せるんだね。すごくね。ただの一本の枝だった。でもまだ小さいけどね。そう、細くて小さいけどなんか生えてきた。なんかね、緑が家にある方がいいらしいんですよ。だから、ね、緑を生やしてますわ。ここに。そう。おじいちゃんとおばあちゃん家にパキラが生えてて、その株をちょっと分け与えてもらったんですよ。なんかね、お花、朝顔とかさ、そういうのもさあるんですけどさ、これはパキラ、パキラ育ててる。パキパキちゃん、パキパキちゃん。そう、お花とかもねやったりしてるんですけど、家の中に置けるから。これでセロテープで、あ、そう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 、セロテープ折りたいの。バイバイしなさい。じゃあみんな、はい、バイバイ。ポポちゃんは飽きたそうなので撤退します。バイバイみんな、おやすみなさい。はい、ポポちゃんはあっちに行ってください。じゃあどうぞ。喉乾いとったらしいですね。わかる？まだセロテープあるの、ここ。セロテープついたまま、セロテープついたままです。怖くて剥げられない、怖くて剥がせられません。怖くて剥がせられませんが、テープついてますね。あのやつです、本当に。いや、ちょっと怖くない？なんかさ、まだ幹自体はさ細いからさ、くっついてるとは思うんですよ多分ね。こんな葉っぱも生えてきてるぐらいですからね、くっついてるとは思うんですけど、やっぱさ自分の力でまたさやってさ、くっついてたのにパキって折っちゃいそうじゃん、取るときにね。やれかねないタイプの人間じゃないですか、私は。そう、取るときに折ってしまうっていうそうなんですよ、取るときに折ってしまうっていうことをやりかねない人間なので、そのままにしています。まあ別に誰かに見せるわけでもないしね、いいんですよ。そう、セロテープ取るときにパチッと、いらんことはせん方がいいです。いや別に私が鑑賞用で楽しむだけなのでいいんですよ、そのままで。そうそうそう、
ちょっと掘らないで掘らないで。床掘らないでください。すぐ床掘ろうとするわ。ふう、飲んだら掘る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 、すぐ飲んだら掘る、飲んだら掘る、本当にそうですよ。今日劇場で買ったお水は拭いて、劇場ウォーターまだあるんだ。嬉しい、大切にしてください。一生飲まずに取っといてくださいね。アイスクリーム食べたいな。フユッピのボトル2本保存してます。フユッピボトル2本保存協会の方がいらっしゃいましたね。水を飲んでもペットボトルの嬉しいね、本当に。サクレ食べながら配信見ててごめん。サクレ、ハチワレハウスはホリホリしないね。ハウスをホリホリすることはないですね、もともとね。床は、何もない床は掘るんですけどね、家を掘ることはあまりないですね、自分のね。ハチワレだろうとハチワレじゃなかろうが、そう、寝床を掘ることはあんまなくて、床は掘るんですよね、家の。そう、フユッピ柄に巡り会いたい。うわ、また来た、この人また来た、あんた。結婚考えてくれたのおじさんに代わってやってきたわ。何ですか、あなたは、あなたは寒くないおじさんですよね。寒くないっていつも聞いてくる人ではありませんか。違う人ですか。連投をすると松どこかに消えていてノーコメントになる、やめてもらっていいですか。プロレスしましょう、やるなら。コメント拾いがいがないですよ。こういうのはプロレスじゃないんですか。かわいいね、あんた。かわいい、こっちや。これで若い20歳ぐらいのお姉さんだったらどうしよう。今日もドラユニ。おー、今年はプロ野球見に行かなくちゃ。確かに今日ドラゴンズのユニフォームでいたわ。また逃げちゃった、また逃げました。いろんな配信に行ってんのかな。
でちょっと連投してまた出てみたいな。ウサン逃さないからな絶対同じ人、100同じ人です。まあいいや、次来て逃げたらちょっと放っておきましょう。もうちょっと面白いかなと思って思ってしまった自分がいました。開幕まであと3日なので楽しみですね。いろんな部屋で見ますね。あ、そうなんですか。じゃあちょっともう放っておきましょう。遊び相手になってくれませんでしたね。誕生日も、あ、お、そうじゃん、言ってたよね握手会で、おめでとう誕生日。良き一年にしてね。ハッピーバ、ハッピーバ。もうすぐ4月だけどこの1年あっという間だった。短いようで長かったのかもしれないね。ありがとうございます、ふさん、界隈の皆さん。ペコリだって。あなたずっと私のところにいてね、よろしくね。よろしくね。よろしくね。それは契約という、そうです契約です、これはこれは契約ということですね。今日は寒い雨だけど土曜日25。あ、そうなんだ。もうさすがにさ、洗濯乾かないじゃん雨だから。だから今日はもう乾燥しました。入浴剤欲しいな、なんか入浴剤欲しい。入浴剤買おうかな。なんかバースか見つけに行かなきゃな。なんか変わったところにしかないよね。なんかロフトとかハンズとか、なんか普通の場所だと見ないよね。ねえ、ウェッピア公演後ですか。誕生日暇だぎ、え、誕生日って2から3はやっていいの？3から4じゃなくて。あれ、そうなの？わかんないや。わかんないや。いやー、本当はさ、この間ホテルでやろうかなんてちょっと思ったんだけどさ、ふさんは気づいたんだ。ふさんはホテルの浴槽に浸かれないということを気づいたんだ。私ホテルの浴槽疲れない、疲れない。なんか旅館とかのワンちゃん疲れるかもしれないけど、普通のホテルのさ一人部屋のお風呂疲れない。私チャポンってできない。さ、ちょっと綺麗好きだから無理それ。顔も名前も知らない人がいっぱい使ったお風呂に疲れないわ私。
デカめのドラッグストア、ちょっと見るね。ちょっと見つけたら買うね。大浴場、ヒャーンって感じですね。ヒャーンヒャーン、温泉は好きだけどね。いやでもなんかビジネスホテルとかの普通のホテルの風呂疲れない、私チャポッとできない。洗ってあってもチャポッとできないね。だから家でさ やりたいなと思うじゃん。見つけたら買うね。でもな、巡り合わせが悪い本当に。なかなか買い物も行かないしな。そう、買い物行かないしな。ほぼコンビニしか行かん私日々。だからコンビニにあればな。自分も泊まって風呂溜めた分。しかもさ、ちょっとなんかユニットバス系じゃないですかホテルって。むずいよね、最初にお湯溜めてさなんかっていう感じじゃん。むずいよね。難しくない？シャワーもあるし、うん、シャワーカーテンもあるしさ、なんか難しい。そう、しかもホテルみたいなところでお湯溜めるとなんかトイレと一緒になってるじゃないですか。だからなんか嫌だよね。ちょっと嫌な気持ちになるよね。難しいよね、なんかびしゃびしゃになっちゃう。ね、そう、シャワーだけでね済ましちゃうよね。難しい。でも温泉は好きなんだよ、とってもね。2日の夜暇たぎ配信、いや分かんない、その日の予定によるかな。そう、3日もし仕事がありますとかなって、朝早くからですよとかなったら寝たいからやんないかもね。わかんない、仕事によりますね。仕事がなければ暇たぎ したらいいかもしれないですけど、早朝仕事とか入るかもしれないじゃないですか。そしたらちょっとわかんないですね。できたらやりたいけど今はまだわからない。仕事が入りそうな気もするからわからないね。その日になってみないとね。カーテンを浴槽内に入れるらしい。え、そうそう、私も最初知らなかった。そう、知らなかった。てか、そう、うん、そう、知らなかった。でも私がこっちに来て初めて住んだ愛知県での引っ越し、研究生の時の一発目の家がユニットバスで、そんなに長く住む予定なかったからとりあえず引っ越さなきゃっていうので引っ越した家だったんだけど、そこの一発目が本当に急いでとりあえずで探したからユニットバス で妹が泊まりに来た時に、妹が浴室内にシャワーカーテン入れるって知らなくて、普通に引いたらもう全てがびしゃびしゃになって、もうちょっと切れた思い出がありますね。本当に床が全部水浸しになって、思い出が今思い出して、またイライラしてきそうなのでやめます。ということでありがとうございました。明日ね、またよろしくお願いします。バイバーイ。